近年、猛暑による熱中症や豪雨など、毎年のようにさまざまな災害が報道されています。気候変動が進行することにより、このような異常気象がもっとひどくなることを避けるために、世界的に取り組みが始まっています。市川市でも温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指して、カーボンニュートラルの取り組みが始まっています。公共施設の断熱化などを行い、消費エネルギーを削減、学校照明の LED 化、公共施設への太陽光発電設備の導入、カーシェアリング事業やシェアサイクル事業の開始、CO2 削減のための補助金を車関連、戸建て、事業所向けに用意しています。エネルギーの地産地消や脱炭素化に向けた街づくりの推進のために、京葉ガスと電気自動車の充電器の整備のために、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社と協定を締結。また、市民の方や地元企業などと意見の交換、共有を行う場としてタウンミーティングを開催。長い道のりになるかと思うんですけれども、みんなが本当に同じ方向を向いて、一歩ずつ進んでいく、これが一番大事かなというふうに感じております。市民とも一緒にこうつながってやっていこうっていうふうに思ってくれてるところがすごい ありがたかったし、自分も何かやりたいなっていうふうに、考えるきっかけになりました。さらに子どもたちと環境について考えるエコキャンパスツアーを市川市と千葉商科大学が開催。屋上一面のソーラーパネルに興味津々。地球温暖化に関する事業やソーラーミニカーの製作などを家族で楽しみながら学びました。未来世代って言われている子どもたちが環境問題に関して難しいもの、苦しいものって思わせてしまうと、やっぱ将来続いていかないと思って、自分はやっぱりいかに子どもたちを楽しく、さらに環境の問題をそこにすり込んでいけるかっていうことをモットーとしています。楽しかった。何かそういう機会があったら参加したいなとか、小さなことからちょっと広げていけたらなと思いました。私たちにできることはたくさんあります。ご家庭で、学校で、職場で、そして地域で、私たちにどんなことができるか考えてみませんか。ぜひ一緒に取り組みましょう。